出撃。 Thank you.
連中よな。恩師ら。もう用は済んだのではなかった。初期が最初どこに現れたか。わかりません、千歳。そこに、伊豆地彼方が現れるはず。その場所を突き止めなければ、伊豆地彼方を倒すこと。残念だが知らぬな。私は初期の死骸。仮に知っていても、教えると思うか。千歳、あなたは何があなたを変えたのですか。 おや。 恩師に恩師は千年戦ってきて、誰も自分を知らぬ痛み、鬼と罵られ、人の中で生き、もっともそれだけでは。どういうことですか。一つ、この体はいろいろと便利でな。おかげで私は数十年年も取らず、不老不死ということですか。私もそう思っていた。過去、
私の他にも鬼門に陰陽型の長老の一人でな、私と同じように時とそのものが最後どうなった、砂となって朽ち果てた。私の目の前で音もなく砂に、いずれ私もそう言っただろう。もう私はその時決めた。ただでは死なぬ、この世界と心中する。そして戦った。私が敗れた。だからもうよい、静かに。最後に恩師に会えてよく。千歳、ずっと考えていました。私の戦いが本当に正しい。聞いてもらえますか。私の真の存在理由、私の本当の使命。私は魂を、私の体内には魂を捕らえる機関、その機関に人々の魂を取り込み、それが私に課せられた。たとえ相手の命を奪ってでも、私はそれをなさねばなりませんでした。ある意味その通りです。鬼が人の魂を食らって力とするなら、毒を持って毒を制す、それが。ですが私はしたくなかった。この世界の人々に、その結果千歳、薄日の君は撃たれ、あまたの魂、私は間違って、千年の間人の魂を奪わず、それが私の犯した。あなたはどう思いますか。あなたは強いですね。この力を使わずに伊豆地彼方を倒せれば、それまだ時間は残されています。伊豆地彼方の現れる場所を見つけ、最後の望みをかけ